りうどん、ラーメンよりうどん。うどん大好き、うどんこ代表の私リンが全力でうどん屋さんを紹介しております。本日第109回は本場香川のさぬきうどんが食べられるこちらのお店です。東武スカイツリーライン竹里駅から徒歩約15分、日光街道沿いにあります本格手打ち森豊さんです。こちら店名でピンときた方もいらっしゃるかもしれませんが、ここ森豊の店さん、香川高松の名店本格手打ち森屋さんで5年間修行された後に満を持して2年前埼玉にお店をオープンされたとのことです。これは貴重でしょう。早速行ってきます。おう。さあ本日のスタートは東武スカイツリーライン竹里駅、埼玉県があって、この青線が東武伊勢崎線で、その中でもピンクで示した区間、東武動物公園駅から浅草の方までには東武スカイツリーラインという愛称が付けられています。そしてここ竹里駅は赤色で示した春日部市の南の方ね。春日部はうまいもんいろいろあるで。改札を出て左側、東口方面へ。こっちに行くのは初めてだわ。人気がないね。階段を降りて、特にロータリーとかある感じじゃないのね。出口を出たら左へ。竹里駅東口の外観はこんな感じ。西口に比べてちょっとと寂しいかな。こちら元倉さんへは反対側の西口から歩いてるんで、ぜひ気になる方はご覧ください。そう、出発。竹里駅を後にして、この通ってったチャリンコと同じように右へ。てかまあ道なりなのかな。一応商店街っぽいね。ここ味のあるお店が連なります。この道当分まっすぐね。地図を見て目的地の森豊さんまでこんな道のりで向かいます。距離にして1キロちょい、徒歩15分といったところですかね。川を渡りまして、次の曲がり角まではこの水色のアパートのとこを右に曲がって、まあ立派な木が何本も生えてるわ。校庭広いね。なんて読むの？正吉小学校。これね、正しくは正前小学校だそうです。広くていい環境だわ。小学校を過ぎると正面大通りにぶつかります。押しボタン式になってるんでポチッと。ここは国道4号、日本一長い国道ね。この辺りは日光街道の区間でもあります。向こう側に渡りつつ左にググッと曲がって、あとはまっすぐ歩いていけば右に見えてくるはず。はいはい、ちっさくうどんの文字。国道に沿うように細長い建物、本格手打ちさぬきうどん。きた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 。向こうから歩いてきました。まあ普通皆さん車でしょうね。平日の午後1時前ということで、遠目からでもちらほらカウンター席にお客さんが見えています。でっかい看板あるように、パーキングはこの建物の裏、あ、一方通行になってるみたいね。こっち側は出口専用です。車の方は私が歩いてきた方から駐車場に入って、こう7台まで止められるってホームページに書いてあった。7台じゃすぐ埋まりそうね。さあさあ、こうしてる間にも店内にお客さんがもりもり入ってんだよ。本格手打ち森豊、字がかっけえねー。汗たのれんが貫禄あるで。ほんじゃ森豊さん、お邪魔します。メニューは外でチェックすることができます。なんか食券制みたいなんで、一度ここで目を通しといた方がいいかもね。かけざるぶっかけ醤油にきつね。あ、並中盛り値段変わんないんだって。森豊店、鶏玉店、鶏店、森豊コンビネーション。これうどん2種類の組み合わせ、うどん好きにはたまんないね。で、ちくたま店、梅とろろエビちく、牛肉カレー。最高のラインナップじゃねえかおい。トッピングはご覧の通り。これさっきのうどんのメニューでもあったしさ、鶏天めっちゃ推してるっぽくない？ほら、ご飯類のところに鶏天丼ってのもあるし、これ食べなきゃでしょ。へー、夜限定で釜揚げもあんだね。じゃあそろそろ入るぜ。失礼します。入ってすぐ右手に食券機、頭をフル回転させて食べたいうどんをポチリ。なんだかんだでこれが一番気になったわ。えい、鶏玉店に決定。お伺いいたします。はい、こちら。はい、鶏玉店はぶっかけから温かいんじゃないですか？ぶっかけで。じゃあ
中で。中で。はい。じゃあ、テラス席お願いします。はい。入って左奥のテーブル席。外観はだいぶ縦長の建物に感じたけど、中は結構広い。そして清潔感抜群。卓上には八幡や磯五郎の唐辛子と塩、そして米油。待つこと10分ほど。お待たせいたしました。神玉天ぶっかけ盛りになります。どうぞ。こちらが森豊さんの人気メニュー、鶏玉天ぶっかけ。中盛り900円。これで量は 400g ちょっとぐらい。並盛り中盛り、値段は一律になります。右の白い玉ころは大根おろしの塊、頂上には卵天、縁にはでっかい鶏天が3つ寄りかかってる。盛り付けが立体的で美しいね。ではいただいてまいりましょう。前箸ぐるぐる、そう、さぬきうどんは久々だね。よし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 、ピカピカに光ってるわ。これよく見ると麺の外側より中心の方がちょっと色が濃いみたい。まずは麺だけで。うわー、チュルッチュルでもちもち。これバンバン麺だけでいけるやん。表面は柔らかく、中心部に上品なコシを感じます。さあさあ、綺麗な色のつゆをぶっかけて。たまんねえよ。長い長い、一口はむずいね。鶏天ちゃうか。うまっ。これやばいわ、胸肉だよね。えげつないほどのしっとり感。ハムっと。だしの旨味が前面に出たぶっかけのおつゆは少々甘口。醤油の風味は縁の下の力持ち的なポジションで、麺の繊細な味わいを邪魔することはありません。一本一本が長い長い。のーんと弾力もすんごいよ。刻みネギをドバッと投入。色合いも最高よ。思い切って、大根おろしとネギ合うな。鶏天パクッとでもって卵天をパクリ。もちろん半熟、崩して麺と絡めちゃったりしてね。残りのつゆをドバババババ。にしてもでっかいなこの鶏天。ガブッと全力でかぶりついて、衣はサクッと。くら柔らけー。思わずもう一口。店内結構若いお客さんが多い印象。みんなこれの虜よ。もちゅっとした粘りと上品さを兼ね備えた麺にもう釘付け。こういうめちゃうまい讃岐うどん食ってと、やっぱ香川ってすげえなーって思わざるを得ないよね。ぶっかけのつゆって基本濃いんで最後残すことが多いんですが、こればっかしは肝心不可避だったわ。ごちそうさまでした。あっという間だね。いやー、噛み心地にメロメロ。表面は柔らかく、中心部にクッと上品なコシ、粘りがあって喉越しも気持ちいい。シンプルな中に確かな強いこだわりを感じました。ほんで鶏天、胸肉とは思えないしっとりさと柔らかさに驚きましたね。一つ一つがめっちゃでかかったんですが、飽きることなくかぶりついて、気づいた時にはもうなくなってました。こちら森豊さんはオープンしてまだ2年、そのわずかな期間で根強いファンを獲得しているのとともに、うどん屋さんを経営されている方々の出入りもね、多いという話をよく聞きます。本場で認められた味をね、こうして遠く離れた埼玉で食べることができるのは本当に貴重だと思いますね。皆さんもぜひ気になった方は足を運んでみてください。この動画を見てうどん食べたくなったなとか、動画楽しかったなと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとインスタグラムとツイッターもやっておりますので、ぜひこちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。明日11月11日から熊谷肉汁うどんスタンプラリーが始まります。全16店舗回りたいと思いますんで、ぜひ見かけた方はお声掛けください。ではまた。